明日上がるか下がるかは50%、50%しかし、ある局面ではバランスが崩れてエッジが生ずるそのエッジがある方にトレードをしているとある、ね、当たり外れはあるものの最終的に勝つなぜなら、対数の法則があるからと、ね、資金管理というのは一体何かと、ねえー、1回当たりの自分にとっての適切な取引量を知ってますか。 何株単位で取引してますか何通貨単位で取引してますかそれはどうやって決定してますか自分の適切な取引量を知ってるかってことが実は私は私トレードをする上で一番大事なことだとだ思ってます、ね、まず1日の最大の値動きっていうものを計算しましてその1日の最大の値動きの、ねえー、20日平均が ATR という考え方を頭に置いてください。はいね、1日のの平均的な値動きいは どうやって計算しますか一日の最大の値動きですね1日のの最大の値動きを計算しましてそれを一日,日の最大の値動きっていうのをどうやって計算するかというと3つの数字を元に計算します、えー、当日の高値と前日の終わり値前日の終わり値と当日の安値今日の高値と安値この3つの数字を比較しましてその中で 最大の値動きになるものが TR ね。それが逆方向に出たときにそれが最大のリスクになります。はいそれでは二時間目を始めさせていただきます。よろしくお願いします。え皆さんドル円のねこれが ATR の推移なんですね。ATR はあの先ほどお。 楽天証券そして SBI フューチャーズって話をしましたけど、えー、このパンローリングさんのチャートギャラリーっていうねチャートギャラリーっていうソフトは株 FX、えー、コモディティ全部、えー、入ってるっていうそういう素晴らしい、えー、チャートソフトですけどそこにも ATR が入ってるそうです 1>, で1回当たりの取引量は一体いくらなんですかこれ株式でも FX でもも FX そして先物取引でもコモディティでも全部一緒です。えー、全部同じ考え方でできる1回当たりの取引量の決め方をお話しします。えー、皆さん方の1回当たりの取引量をユニットというね、えー、用語で言います。これから先皆さんは、ね、何千株株とかね何万通貨取引をするという言い方じゃなくて私は株を何ユニット持ってます。 私は FX を何ユニット持ってます私は金を何ユニット持ってますというユニットという話に切り替えていただきたいユニットの決め方の大原則からお話します自分自身の投資用資金の1%を1日でリスクにさらす1日でリスクを取るね。リスクを取るという意味はもしね逆方向に動いたら それだけ損が出ます計算上ね計算上それだけ損が出ます、ね、これがリスクを取るってことですけど投資用資金の1%を1日でリスクを取る、ね、取引量が1ユニットこの原則に基づいてリスクから逆算しまして各銘柄の1ユニットの取引量を決めますそして、ね、ユニット単位で取引をすると。えー、としますとユニット、ねえー、補足説明しますけどもユニットは 同じ銘柄でしても投資用資金によって変わりますから投資家一人一人によって変わりますね皆さんの例えば株の1ユニットと他の人の株の1ユニットは違うとなぜかというと投資用資金が違うからそしてまたこのユニットは1日の平均的な値動きこれを ATR と呼ぶんですけどねこの ATR によって変化しますから皆さんが同じ投資用資金で同じ銘柄を取引したとしても 時期,時期によってユニットっていうのが違ってきます、ね、こちらのねえー、質問に答えていただきたいんですけどもまあ答えが出てます皆さんと一緒にやりますよ「ベイドル円2万4000通貨」っていうのは何ユニットになりますか答えてくださいはい「昼飯食ったかな」ねちょっともうだんだん盛り上げていこうぜね,ねはい「えー、ベードル円2万4000通貨」は何ユニットになりますか おもう一回もうちょっと行きたいな、米 <laughs> ドル円2万4000通貨は何ユニットになりますか ?OK、ね、だんだん盛り上げていきましょう、続きまして、ユーロ円9000通貨は何ユニットになりますか、1>, 1ユニット、原曲いきましょうね、続きまして、えー、ニュージードル円1万6000通貨は何ユニットになりますか、はい、そうすると、私が今現在持ってるユニット数は何ユニットですか 5ユニット5ユニット持ってるということは1日で何パーセントのリスクを取ってることになるでしょうか5%ものすごく簡単でしょユニットをねユニットで取引をしていくとユニットで取引をしている限りもうそのユニット数イコール1日のリスクなんですですから私が個別株で2ユニット持ってます 為替で、まあ、何でもいいね黒線でも黒線以外でも何でもいい2ユニット持ってますそして、えー、例えば先物取引ね、えー、そういったもので1ユニット持ってますとすると合計で5ユニットですねその瞬間に私は5%のリスクを今取ってますってことが分かるわけですやってるものは個別株やってる FX やってる先物やってる ね、全然違うものだけどもリスク計算は全部一緒とすると何をやっても安心して取引ができるわけですね、えー、ということですそういう意味で皆さんはユニット単位で取引をするということが大事はいじゃあもう一回ね、えー、確認してみましょう今私は次のような以下のような取引をしています、えー、はい ユニットの計算が、実は前半の中で私が一番お伝えしたかったことなんですけれども、どうでしょうか、ユニットの計算、もう自分でできるでしょうか、ATR はまあね、自分で計算するなり、いろんなところからねあの、導き出すんで結構ですけど、投資用資金の1%を ATR で割るというね、ユニットの計算、ね、もう明日からユニットで私は取引できそうだっていう方は、パワーを上げてください。 話が難しくてちょっと落ちこぼれてるという方はグーを上げてもらって中間の方はチョキですはい上げてくださいいかがでしょうかはいありがとうございます8割の方がパーを上げていただいて2割の方がチョキですね。これやっぱり慣れないとはあの最初はね初めてユニットっていう考え方を聞きますからとっつきがねにくいところがあるんですけどやっていただくとねこんな簡単な話はないんですよ ね、そういった意味で、えー、ぜひこれをマスターしていただきたいでこれから資金管理の株式編とかです、ね、資金管理の個別株の話をこう移っていきますけれどもこちらの方は皆さんが、ねえー、ご家庭でやってもらうためのものです、ねえー、株式の個別株の場合は信用取引と違いましてある程度ユニットでやりましたらあっという間に、ねえー、資金量を超えちゃうと。 自分が1000万です1000万で1ユニットこの、ね、株を買いましたまた1ユニットこの株を買いましたもう1ユニットこの株を買いました3%リスクを取るというぐらいのところからもう投資用資金を超えちゃうという状態になるんですね超えちゃうという状態になりますともう買えませんわねですから私はこれから先皆さんが株式を本格的にやろうと思ったら信用取引こういったものを当然やっていくべきだと私は思っております。 で信用取引が怖いというのは何,何が怖いかというと3倍まで取引ができるということで、えー、気,がつく気がつかないうちにすごいリスクを取っていたと、ね、信じられないようなリスクを取っていたのを気がつかなかったということが信用取引で一番怖いところですけどこのタートルズのユニットという考え方でやると自分がどれだけリスクを取っているかということははっきりとわかるものですから、ね、そういった意味では信用取引をやっても全然問題はありません。そしてこれ